ピンなし、巻きなしの寝起きから1分でできるヘアアレンジを紹介します。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、先ほどもお伝えしたんですけど、ピンなし、巻きなしの寝起きから1分でできるヘアアレンジ、今日は紹介します。寝坊してしまったりとか、朝本当に時間がない時って結構あると思うんですけど、そんな朝にぴったりなヘアアレンジを紹介します。なので最後まで動画を見てみてください。絶対に参考になると思います。それでは動画をどうぞ。今日使う商品はバームとブラシ。ゴム2本を使っていきます。まずバームを少しだけ小指の爪ぐらいで取って、毛先から順にしっかりとなじませていきます。ブラシで毛先の部分からしっかりと溶かしていきます。まあ、こうすることによってスタイリング剤が全体になじんでくれます。すべての髪の毛を後ろでまとめて、少し低めの位置でゴムで結んでいきます。でこの時にあんまりゴムをねきつく結びすぎないで、少しねたるみがあるぐらいで結ぶと次の工程がやりやすくなります。次にこの毛先の部分をお団子にしていきます。このまま例えばちょっとね軽くねじりながら、こうゴムの部分に巻きつけてお団子にしていくやり方、これでできる方はこれでやってもらっても大丈夫なんですけど、髪の毛の量が多い方に関してはこう2つに割って、で少しねこう交差させて、でこのまま巻きつけていく方が簡単に巻きつけれるので、多い方はこういう風にやってください。毛先の部分を内側にしてゴムでこの毛先を挟むように結んでいきます。次にこの真ん中に空洞を開けます。空洞を開けて内側から人差し指と親指を通していきます。でこのお団子を持つような感じにして下にくるりんとくるりんぱさせます。くるりんぱするとこの真ん中に空洞が開いてしまうので、このねお団子の部分を持ちながら空洞を隠すように内側に髪の毛を引っ張ってきます。そうするとある程度空洞がなくなります。でこの状態でこのくるりんぱ下部分を少しだけほぐしていきます。で結構ねこう引っ張った時にかなり硬かったりするので、硬いところはねあまり無理やり引き出さないで、引き出せるところを少しずつ引き出すような感じにするとバランスが良くなります。でその次にこの辺りですね、もうちょっとへこんでる部分があるので、その部分も少しだけ引き出します。でくるりんぱのところと同様に引き出せるところを引き出すような感じで形を整えていけば OK です。でここを立体的にするのもバランスが良かったりもするんですけど、それよりもやっぱりこう丸み、形が綺麗になる方がヘアアレンジって重要なので、形が綺麗になるように丸くなるようにほぐしてあげるとこなれ感が出ます。最後に遅れ毛とか前髪がね長い方に関しては細かく取って外巻きに巻いてあげる。こんな感じで巻くとより華やかさが出てこなれ感が出ます。はい、ということで、こんな感じで紹介させていただきました。ポイントとしては3つあります。まず1つ目はゴムを結ぶときに少しだけゴムを緩く結ぶ、そうすることによってね、次の工程がめちゃくちゃやりやすくなります。2つ目が
お団子にするんですけど、そのままねお団子で巻きつけてもらっても OK ですし、髪の毛の量が多い方に関しては2つに分けてからそれを交差させて巻きつけていく。こうすることによって結構簡単にお団子ができます。最後3つ目がくるりんぱした後って空洞がね真ん中に出やすくなります。そこを隠すように真ん中に集めるように髪の毛を持ってきてあげる。引き出す時もなんかこう引き出した時に結構硬かったりするところも結構多いと思うんですけど、そこは引き出さずに引き出しやすいちょっとね簡単にこう引っ張ったら出てくるところを出してあげると簡単にね、ヘアレンジが完成します。以上のことを踏まえてやってあげると皆さんのね、朝時間がない時にできるヘアレンジが完成しますので、ぜひやってみてください。今日も、最後まで見ていただいてありがとうございました。今後もね皆さんがね綺麗で可愛くなれるようなヘアアレンジだったりとか動画を発信していきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとあとチャンネル登録あとコメントもお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。